レンの葉とは、レンという水生植物の水面に浮いている葉のことを、サシカンポ薬の伝来により、かようとも言う。また、レンコンの葉としても馴染みが深い。ヒンドゥー教、仏教、密教においては、レンそのものが特別な意味を持ちはすの花、レンの実と共に珍重される。レンの葉は、ロータス効果という現象の説明において代表的な、ものでもある。また、日本においては、 上記の宗教とは違う、別の意味も存在するが、下記にて口述する。ハスの葉蓮の葉飽内とは、古くから日本各地の朝市や縁日地などで、その時々に自生する銀南、明け日、シーなどの好みや五節句、区、二十四節期の年中、行事に必要な季節物をその期日の前に飽内していたものを指し、その中で、裏本に使うハスの実や蓮の葉が特に珍重された、ことや、 商品の多くをレンの葉や吹きの葉の皿の上に置いて売っていたということなどから季節物を扱う商人をレンの葉機内と呼ぶようになった。しかし季節物という短期仕様のいわゆる消え物であることから多少品質が悪くとも問題にならないしないものという捉え方がされ、際物売りやまがい物を売るものという意味を持つようになり、レンの葉の言葉の意味が際物やまがい物を指すようになった。 季節ごとの主な商品海外でのレンの飽きない、編集上座部仏教が盛んな東南アジア諸国では、レンは宗教的意味合いから珍重され、レンに関連する飽きないがある。ベトナムなどでは、はすけに小舟で小木で出て、レンの葉の浅つゆを集めて売ったり、また、レンの葉の浅つゆと同じようにして作られる、レンの花茶というお茶があり、 レンの花のつぼみの中に高級茶葉を入れハスの花の香りづけした後にまた一ずつそのつぼみを摘んで茶葉を小舟で回収するといった手間暇がかかる最高級のお茶が売られている。レンの葉女とは古くはハス葉女、ハス葉といい、また現在ではあまり使われなくなっているがハス葉女、ハスッパ、ハスパ娘と表現される。意味としてはおてんば、生意気、小びを売る。 慣れ慣れしいなど軽はずみな言動をする女性や、浮気性や、寝なしそうのように住みを転々とする女性を指す。語源は、諸説様々で、レンの葉が、風や、水面の波によりゆらゆらする様や、レンの葉の朝露が、コロコロと転がるようという形態を模してという説。レンの葉機内の季節ごとに商品が変わることや、際物やまがえ物といった意味などから引用されたという、説。 マタイハラカ角の公職一代女状況を三年に、ハスバ女として記述され、髪型の大棚の問屋で雇用された乗客を、接待するためのネヤを共にする女性として描かれていて、職業の名前からの引用という説がある。しかしこの中の一つが語源になったのか、または複合的に混然一体となって、このような言葉の意味ができたのか定かでない。海外でのハス女、 編集古代インドでは、ヒンドゥー教の多くの神の中から女神信仰が生まれた影響で女性を格付けするようになり、最高に素晴らしい女性を、連女といいその最高峰の象徴として、ラクシュミー人を崇拝した。ハスバハンとは、レンハンともいい、レンの葉を蒸し上げ塩を加え柔らかくして、細かく刻んで、炊きたてのご飯と混ぜたもので、裏本や一部の仏教宗派の祭礼の供物や、 名物として、現在でもその門前町の商店やお寺でも食することはできるが、一般ではほとんど作られることがない料理。また似たものとして、連城という料理もある。中国や東南アジアのレンハン、中国語では、カ歌ハンともいい、日本でいう、ちまきのことで、うるち米やもち米などを様々な食材と一緒にレンの、はずつみの蒸したもののことである。当然、ちまきの葉は他にも、 笹やもなども使い、現在の中国では料理の一つとして紹介されているが、古くは蓮を使うときは宗教的意味合いを持っていた。ありがとうございます。